国保市民課の佐藤です。石川です。この度マイナンバーカードを利用し住民票等の証明書をコンビニエンスストアで取得できるコンビニ交付サービスの利用促進のため秘書広報課と共同で PR 動画を2種類作成いたしましたのでご紹介いたします。横手市では平成29年10月よりコンビニ交付サービスを開始しております。動画ではコンビニのマルチコピー機での実際の操作手順や待ち時間なくご利用できること、休日でも、利用できることなどを紹介しております。それではまず動画をご覧ください。市役所窓口へお越しの皆様、マイナンバーカードをお持ちですか？マイナンバーカードがあればコンビニで簡単に住民票が取得できます。ああ、今日は混んでるな。まだまだかかりそうだな。ちょっと待って、マイナンバーカードがあればコンビニで住民票が取得できちゃうんです。まずはマイナンバーカードを持ってコンビニへ。店内のマルチコピー機を使用します。はじめに行政サービスを選択します。次に証明書交付サービスを選択します。マイナンバーカードを読み取ります。あとは画面の案内に従って操作するだけ。早くて簡単。コンビニで取得できる証明書はたくさんあります。住民票の写し、印鑑登録証明書、市・県民税・課税・非課税証明書は平日でも休日でも午前6時30分から午後11時まで取得できます。また戸籍全部事項証明書、戸籍個人事項証明書、戸籍の不票は平日の午前9時から午後5時15分まで取得できます。早くて便利なコンビニ交付、ぜひご利用ください。はい、1本目をご覧いただきました。1本目の動画は待ち時間なく利用できるということをメインにしております。それではもう1本ご覧ください。マイナンバーカードがあれば休日でもコンビニで住民票が取得できます。明日は車の免許取りに行くぞ。あ、そういえば住民票取ってなかった。どうしよう。大丈夫、コンビニ交付ならいつでもどこでも証明書が取得できちゃいます。マイナンバーカードがあればコンビニのマルチコピー機で案内に従って画面をタッチするだけ。住民票の写し、印鑑登録証明書、市・県民税・課税・非課税証明書は平日でも休日でも午前6時30分から午後11時までコンビニで取得できます。ぜひご利用ください。はい、動画を2本見ていただきましてありがとうございます。例年ですね、今の時期お引越しなどによる住所変更のお手続きで市役所の窓口大変混雑しております。このコンビニ交付をご利用いただくことでお客様が混雑を避けて、そして、証明書を取得するのにかかる時間の短縮、それから、感染症の感染リスクの軽減などにもつながります。住民票や課税証明書については市役所のやっていない時間帯もコンビニ交付で取得いただけますので、市民の皆様のライフスタイルに合わせて選択してご利用いただけます。コンビニで取得できる証明書は、動画にもありましたけれども、住民票、印鑑登録証明書、市県民税の課税証明書、戸籍謄本、証本、戸籍の不票です。
利用可能な時間帯は年末年始とメンテナンス日を除いて午前6時半から午後11時まで。戸籍登証本と戸籍の不表については平日の午前9時から午後5時15分となっております。以上、マイナンバーカードを利用してコンビニで証明書を取ることができますということをご周知をお願いしたいと思います。以上です。ありがとうございます。ありがとうございます。